ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は主に、ハミルトン・パーカーの恐ろしい予言を紹介するぜ。それではゆっくりしていってね。今回、問題で気になる発言をしているのは、ハミルトン・パーカーと、ババ・バンガだ。どっちも世界的に有名な予言者だね。そうだな、おさらいだけど、この二人の予言者について解説していくぜ。よろしく。まず、ババ・バンガは、ブルガリア共和国出身の予言者なんだ。また、彼女の予言は高い的中率を誇っていたことから、多くの著名人から高い評価を得ていたんだぜ。著名人ってことは、芸能人などが多かったの？いや、芸能人だけではなく、政治家、王室関係者が多かったそうだぜ。え、政治家とか王室がバンガの予言に関心を持っていたなんて、すごいね。そうだな、政治家の中には、第二次世界大戦で活躍したドイツの国家元首が、バンガに戦いについての予言を聞きに来たと言われているぜ。第二次世界大戦中のドイツの国家元首ってまさか、例の人だよね。そうだぜ、いろいろな事情で名前は出せないけど、例のお方だぜ。なるほどね、あの人は予言とかを気にする人ではないと、勝手に思っていたわ。確かに少し意外だよな。また、バンガの予言は先ほども言ったように、的中率が高かったので、ブルガリア共和国政府は、バンガの予言内容を国家機密として扱っていたんだ。予言が国家機密になるとかやばすぎでしょ。その件についてさらに具体的に言うと、バンガの死後にブルガリア共和国が国家機密にしたと言われているんだ。亡くなった後に予言が国家機密になった理由は、何かあるの？それについては詳しいことは分かっていないぜ。だけど、一般的な考察では、バンガが行っていた予言の内容が、当時の国際情勢において発表できない内容があったからと言われているんだ。なるほどね、確かにそれなら国家機密になってもおかしくないわね。それで、バンガはいつ頃に亡くなってしまったの？バンガは、1996年8月11日に亡くなっているぜ。なるほどね。それで、パーカーはどこの国の予言者なの？パーカーはイギリスの予言者で、その予言の的中率は 70% を超えていると言われているんだ。70%、結構高い人ね。また、パーカーは仮に予言が外れた場合は、真摯に予言が外れたことを認める人物なんだ。それは、予言者としては珍しいわね。確かに、予言者の多くは予言が外れたことを、特に認めることはしないからな。それで、パーカーは若い頃からシックスセンス、第六感が強かったそうだぜ。その結果、若い頃から予知夢を見たり、何者かに囁かれたりしていたそうだぜ。すごい能力だけど、何者かに囁かれたら怖いわね。確かにそれはそうだな。それに基本的な予言者の多くは予知夢だけど、パーカーみたいな囁かれる系予言者もいるんだね。そうだな、これまで紹介してきた予言者の多くは、予知夢によって予言の内容を得ていたな。だけど、パーカーは第六感によっても予言の内容を得ることができる、すごい人なんだぜ。なるほどね。ゴースト天国の囁きみたいな感じね。なかなか、古風な海外ドラマの話を持ち出してきたな。否定はできないわ、それに囁きだったら、予言というよりは霊媒的な雰囲気を感じるわね。いいところに気づいてくれたな。実はこのパーカーさんは、予言者でありながら霊媒師の顔を持っているんだ。まさかの二刀流であり、メリンダさんなのね。まあ、その表現は間違ってないような気がするな。それで、おさらいはここまでにして、パーカーはバンガの予言の内容を経済的な思考で分析し、独自の解釈を加えて予言を発表しているんだ。そうなの、なんだかすごいわね。それで、予言の内容はどんな感じかしら？パーカーの予言の内容は以下の通りだぜ。バンガというブルガリア人のサイキックについて話します。彼女は世界的に有名な予言者でしたが、1996年に亡くなっています。しかし、彼女の予言の多くは的中し、現在でも多くの人々が彼女の予言を、日々思い出しているのです。彼女はロシアの将来について、面白い考えを持っていました。ひょっとすると、ロシアのこれからについて知るヒントになるかもしれません。彼女はウラジミール・プーチンについて、将来ロシアが世界を支配すると言っていました。そこではプーチンがリーダーシップを取っているだろうと、彼女は考えたのです。また、私が持っている資料によると、1979年に行われたバレンティン・シドロフとのインタビューで、彼は次のように発言しています。雪は春が来たれば溶ける。しかし、一つだけ溶けない場所がある。それはウラジミールロシアの栄光。多すぎる犠牲者がもたらされるが、誰もロシアを止められない。少し謎めいた言い回しですが、基本的に予言のようなものなのです。ロシアの栄光について話しています。なんだか少し内容が難しいわね。なんとなく言いたいことはわかるんだけど。確かに少し内容は難しいけど、先ほどの内容を要約すると、ロシアは誰も止めることができない、という内容になると思うぜ。それはどうかしら、一時期のロシアは誰も止められない状況にあったと思うけど、
現在のロシアは世界から問題視されるばかりでしょ？確かにそれは間違いないな。霊夢が言った内容は、パーカーも同じような発言をしていたぜ。え、どんな発言なの？発言は次の通りだぜ。彼女はブルガリア人なので、ロシアでも有名でした。しかし、私の予言では、プーチンは最終的に追い出されてしまうと思います。また、ウクライナは30万人のロシア兵に勝つ上に、ロシアは核兵器を使わないと思います。なるほどね。確かに現在のロシアの状況を考えると、パーカーさんの予測が正しいように思えるわね。では、パーカーの2023年の予言について話をしていこう。よろしく。パーカーの予言は次の内容だぜ。ロシアで大きな雲が上がるだろう。その雲は、大変危険な雲で、多くの人にとって害をなすだろう。といった内容だぜ。大きな雲って、核ミサイルじゃないの？おそらく、その可能性は高いだろうな。また、ロシアは世界を雲で包み込むほどのヤバい兵器を所有していると言われているぜ。え、そうなの。全然知らなかったわ。その兵器とはポセイドンのことで、とんでもない威力を持った核兵器だな。ヤバすぎるわね。もしこの予言が現実になったら、2023年の世界は、とんでもないことになってしまう可能性があるだろうな。ヤバすぎるでしょ。また、ロシアは、原子力発電所を占拠しているので、そちらを爆破する可能性は否定できないぜ。確かに、その可能性はあるかもしれないわね。それに爆破したら、大きな雲ができるから、パーカーさんの予言と一致することになるわね。そうだな、それに最近のプーチン大統領は、精神的な疾患を患っていると言われているので、今後はヤバいことをしでかす可能性は高いだろうな。次にパーカーさんは、2023年に世界的な食糧危機が訪れると予言していたぜ。え、食糧危機はヤバいわね。そうだな、具体的に言うと、現在の世界は物価の高騰、生産性の低下が起きている状況だぜ。確かにそうね。日本でもコーラの値段が高くなったから、ヤバいと思っているわ。でも、正直なところ、日本が本当に食糧危機に陥るのか信じられないのよね。甘いな、霊夢。日本の食料自給率は、約 37% と言われているんだ。え、そうなの。じゃあ、万が一の時は、やばいことになりそうね。次にパーカーは、日本が危ないと考えているんだ。え、そうなの。でも、現在の日本は特に危ない状況にあるようには思えないけどね。具体的に言うと、やりすぎ都市伝説に登場していたロバート・ディーンは、ウクライナ問題を皮切りに、中国の台湾侵攻の危険性が、日増しに高まっていると語っていたぜ。確かに世界情勢を見ていると、なんだかそんな感じがするわね。そうだな、だけど、この状況に日本政府、メディアはまるで自覚がないと語っているんだ。確かに現在の日本は、ウクライナや台湾のことは、対岸の火事と思っているような感じがするわね。まさにその通りだぜ。さらにロバート・ディーンによると、ロシアが日本に対して攻撃を仕掛けてくる可能性があると語っていたぜ。え、日本を攻撃するってどういうことなの？具体的に言うと、ロシアが北海道に対して攻め込んでくると、ロバートは考えているんだ。え、北海道に攻め込んでくるの、ヤバすぎるでしょ。まあ、あくまもで想像の話なんだけど、ロバートは、ウクライナに敗北したロシアは、国民からの信頼を回復するために、北海道に攻め込んでくると考えているそうだぜ。かなりぶっ飛んだ話だけど、ウクライナに対して電撃戦を、仕掛けたロシアならやりかねないわね。そう思うよな。また、ロシアの大物政治家は、北海道も我が国の領土と取材に対して語っていたので、もしかすると、北海道にロシアが来る可能性があるんだね。まさにその通りだぜ。さて、先ほどの話に引き続き、日本ではもう一つ危ないと言われている場所があるんだ。ここまでの話の流れから察するに、おそらく人じゃないの？まあ、そう考えるのが一般的だな。だけど、日本で一番危ないと考えられているのは、九州にある原発だぜ。もしかして、この話には中国が関係しているの？まさにその通りだぜ。具体的に言うと、先ほども話が出ていたけど、現在の中国は台湾侵攻を狙っていることは間違いない。そして、中国が台湾を侵攻する際に使われる戦術が、ミサイルを駆使した内容になっていると、専門家は考えているんだぜ。え、それはやばいわね。じゃあ、もしかしたら、中国が放ったミサイルが九州の原発に当たってしまう可能性があるのね。まさにその通りだぜ。それで、仮に九州の原発施設にミサイルが直撃すると、九州で37万人が、亡くなってしまうと言われているんだ。え、それはやばいでしょ。さらに、日本に攻撃が加えられたことによって、アメリカが動き出し、その結果、第三次世界大戦が起きると言われているんだ。なるほどね、もしそうなったら、日本も戦いに巻き込まれてしまうことになるわね。まさにその通りだぜ。でも、この話は空想上のことだし、まだ先の話なんでしょ？
それに関しては何とも言えないが、パーカーは2023年に、アジアで大きなことが起きると予言しているんだぜ。え、そうなの。ただし、この大きなことが一体どんな内容なのかはまだ、彼も話していないので、もしかすると別の内容かもしれないな。なるほどね。また、パーカーは2023年の日本に関係があると思われる予言をしていたので、解説していくぜ。しっかりと日本にも関係のある予言をしていたのね。それで、どんな予言をしているの？パーカーは次の予言を残しているんだ。東の方でトンガ火山噴火のような大噴火が発生し、津波が発生するだろう。確認だけど、この予言は日本のことを言っているわけではないんでしょ？そうだな、あくまでもパーカーは東の方でと予言しているに過ぎないぜ。でも、予言の内容から考えると、日本のことを言っている可能性が高いような気がするわね。まあ、そこをどう受け止めるかは人によると思うけどな。確かに、そうだけど、私は日本のことを予言しているような気がしてならないわ。それは、私もだぜ。それで、予言の内容を解読すると、おそらく、火山が噴火し、巨大な地震が発生、それから、津波が来るといった感じだな。火山の噴火に巨大地震、それに津波、大災害の三拍子じゃないのよ。そうだぜ。また、私なりにパーカーの予言を日本に当てはめてみたけど、当てはまらなかったな。よかったわ。でも、どうしてマリサは予言が当てはまらないと思ったの？それは、日本にある火山が噴火しても、津波が発生する可能性は低いと考えたからだぜ。でも、桜島とか最近話題になっているでしょ？あ、完全に桜島の存在を忘れていたな。え、それってつまり、桜島でヤバい噴火が起きた時は、日本を先ほどの三拍子が襲う可能性があるということだな。ひぃ、結局あるのね。まあ、その他にも、日本には阿蘇山があるからな。熊本県のヤバすぎる火山だね。そうだぜ、この火山が噴火してしまうと、日本中でとんでもない被害が出ると考えられているぜ。そうなのね、現在の日本は、他国の問題の影響を受けるかもしれないし、自国でも自然災害の脅威が迫っているのね。そうだな、まあ、それが日本という国だぜ。ひぃ。さて、今回は現代のノストラダムスと言われている、グレイグ・ハミルトン・パーカーの予言を中心に、日本に迫る危機について解説したぜ。お願いだから予言の内容が現実になってほしくないわね。それは間違いないな、とにかく何もないことを願うばかりだぜ。今回、問題で気になる発言をしているのは、ハミルトン・パーカーとババ・バンガだ。どっちも世界的に有名な予言者だね。そうだな、おさらいだけどこの二人の予言者について解説していくぜ。よろしく。まず、ババ・バンガはブルガリア共和国出身の予言者なんだ。また、彼女の予言は高い的中率を誇っていたことから、多くの著名人から高い評価を得ていたんだぜ。著名人ってことは芸能人などが多かったの？いや、芸能人だけではなく、政治家、王室関係者が多かったそうだぜ。え、政治家とか王室がバンガの予言に関心を持っていたなんて、すごいね。そうだな、政治家の中には第二次世界大戦で活躍したドイツの国家元首が、バンガに戦いについての予言を聞きに来たと言われているぜ。第二次世界大戦中のドイツの国家元首ってまさか、例の人だよね。そうだぜ、いろいろな事情で名前は出せないけど例のお方だぜ。なるほどね、あの人は予言とかを気にする人ではないと勝手に思っていたわ。確かに少し意外だよな。また、バンガの予言は先ほども言ったように、的中率が高かったので、ブルガリア共和国政府は、バンガの予言内容を国家機密として扱っていたんだ。予言が国家機密になるとかヤバすぎでしょ。その件についてさらに具体的に言うと、バンガの死後にブルガリア共和国が国家機密にしたと言われているんだ。亡くなった後に予言が国家機密になった理由は何かあるの？それについては詳しいことは分かっていないぜ。だけど、一般的な考察ではバンガが言っていた。予言の内容が当時の国際情勢において発表できない内容があったからと言われているんだ。なるほどね、確かにそれなら国家機密になってもおかしくないわね。それで、バンガはいつ頃に亡くなってしまったの？バンガは1996年8月11日に亡くなっているぜ。なるほどね。それで、パーカーはどこの国の予言者なの？パーカーはイギリスの予言者で、その予言の的中率は 70% を超えていると言われているんだ。70%、結構高い人ね。また、パーカーは仮に予言が外れた場合は、真摯に予言が外れたことを認める人物なんだ。それは、予言者としては珍しいわね。確かに、予言者の多くは予言が外れたことを特に認めることはしないからな。それで、パーカーは若い頃からシックスセンス、第六感が強かったそうだぜ。その結果、若い頃から予知夢を見たり、何者かに囁かれたりしていたそうだぜ。すごい能力だけど、何者かに囁かれたら怖いわね。確かにそれはそうだな。
それに基本的な預言者の多くは予知夢だけど、パーカーみたいな囁かれる系の預言者もいるんだね。そうだな、これまで紹介してきた預言者の多くは、予知夢によって預言の内容を得ていたな。だけど、パーカーは第六感によっても、予言の内容を得ることができるすごい人なんだぜ。なるほどね。ゴースト、天国の囁きみたいな感じね。なかなか、古風な海外ドラマの話を持ち出してきたな。否定はできないわ。それに囁きだったら、予言というよりは霊媒的な雰囲気を感じるわね。いいところに気づいてくれたな。実はこのパーカーさんは予言者でありながら、霊媒師の顔を持っているんだ。まさかの二刀流であり、メリンダさんなのね。まあ、その表現は間違ってないような気がするな。それで、おさらいはここまでにして、パーカーはバンザの予言の内容を経済的な思考で分析し、独自の解釈を加えて予言を発表しているんだ。そうなの、なんだかすごいわね。それで、予言の内容はどんな感じかしら？パーカーの予言の内容は以下の通りだぜ。バンザというブルガリア人のサイキックについて話します。彼女は世界的に有名な予言者でしたが、1996年に亡くなっています。しかし、彼女の予言の多くは的中し、現在でも多くの人々が彼女の予言を、日々思い出しているのです。彼女はロシアの将来について面白い考えを持っていました。ひょっとするとロシアのこれからについて知るヒントになるかもしれません。彼女はウラジミール・プーチンについて、将来ロシアが世界を支配すると言っていました。そこではプーチンがリーダーシップを取っているだろうと彼女は考えたのです。また、私が持っている資料によると1979年に行われた、バレンティン・シドロフとのインタビューで、彼は次のように発言しています。雪は春が来たれば溶ける。しかし、一つだけ溶けない場所ある。それはウラジミール・ロシアの栄光。多すぎる犠牲者がもたらされるが、誰もロシアを止められない。少し謎めいた言い回しですが、基本的に予言のようなものなのです。ロシアの栄光について話しています。なんだか少し内容が難しいわね。なんとなく言いたいことはわかるんだけど。確かに少し内容は難しいけど、先ほどの内容を要約すると、ロシアは誰も止めることができない、という内容になると思うぜ。それはどうかしら。一時期のロシアは誰も止められない状況にあったと思うけど、現在のロシアは世界から問題視されるばかりでしょ？確かにそれは間違いないな。霊夢が言った内容は、パーカーも同じような発言をしていたぜ。どんな発言なの？発言は次の通りだぜ。彼女はブルガリア人なのでロシアでも有名でした。しかし、私の予言では、プーチンは最終的に追い出されてしまうと思います。またウクライナは30万人のロシア兵に勝つ上に、ロシアは核兵器を使わないと思います。なるほどね。確かに現在のロシアの状況を考えると、パーカーさんの予測が正しいように思えるわね。次に、パーカーは日本が危ないと考えているんだ。そうなの。でも、現在の日本は特に危ない状況にあるようには思えないけどね。具体的に言うと、やりすぎ都市伝説に登場していたロバート・ディーンは、ウクライナ問題を、皮切りに、中国の台湾侵攻後の危険性が日増しに高まっていると語っていたぜ。確かに世界情勢を見ていると、なんだかそんな感じがするわね。そうだな、だけど、この状況に日本政府メディアはまるで自覚がないと語っているんだ。確かに現在の日本は、ウクライナや台湾のことは対岸の火事と思っているような感じがするわね。まさにその通りだぜ。さらにロバート・ディーンによると、ロシアが日本に対して攻撃を仕掛けてくる可能性があると語っていたぜ。日本を攻撃するってどういうことなの？具体的に言うと、ロシアが北海道に対して攻め込んでくるとロバートは考えているんだ。北海道に攻め込んでくるの、やばすぎるでしょ。まあ、あくまでも想像の話なんだけどロバートは、ウクライナに敗北したロシアは、国民からの信頼を回復するために、北海道に攻め込んでくると考えているそうだぜ。かなりぶっ飛んだ話だけど、ウクライナに対して電撃戦を仕掛けたロシアならやりかねないわね。そう思うよな。また、ロシアの大物政治家は、北海道も我が国の領土と取材に対して語っていたので、もしかすると、北海道にロシアが来る可能性があるんだね。まさにその通りだぜ。さて、先ほどの話に引き続き、日本ではもう一つ危ないと言われている場所があるんだ。ここまでの話の流れから察するに、おそらく人じゃないの？まあ、そう考えるのが一般的だな。だけど、日本で一番危ないと考えられているのは、九州の福岡県だぜ。どうして福岡県が一番危ないの？それは、福岡県に原子力発電所があるからだな。もしかして、この話には中国が関係しているの？まさにその通りだぜ。具体的に言うと、先ほども話が出ていたけど、現在の中国は台湾侵攻を狙っていることは間違いない。そして、中国が台湾を侵攻する際に使われる戦術が、ミサイルを駆使した内容になっていると、専門家は考えているんだぜ。それはやばいわね。
じゃあ、もしかしたら、中国が放ったミサイルが、福岡県の原発に当たってしまう可能性があるのね。まさにその通りだぜ。それで、仮に福岡県の原発施設にミサイルが直撃すると、九州で37万人が、亡くなってしまうと言われているんだ。え、それはやばいでしょ。さらに、日本に攻撃が加えられたことによって、アメリカが動き出し、その結果、第三次世界大戦が起きると言われているんだ。なるほどね。もしそうなったら日本も戦いに巻き込まれてしまうことになるわね。まさにその通りだぜ。でも、この話は空想上のことだし、まだ先の話なんでしょ？それに関しては何とも言えないが、パーカーは2023年にアジアで大きなことが、起きると予言しているんだぜ。え、そうなの。ただし、この大きなことが一体どんな内容なのかは、まだ、彼も話していないので、もしかすると別の内容かもしれないな。なるほどね。では、最後にパーカーの2023年の予言について話をしていこう。よろしく。パーカーの予言は次の内容だぜ。ロシアで大きな雲が上がるだろう。その雲は、大変危険な雲で、多くの人にとって害をなすだろう。といった内容だぜ。大きな雲って核ミサイルじゃないの？おそらく、その可能性は高いだろうな。また、ロシアは世界を雲で包み込むほどの、やばい兵器を所有していると言われているぜ。え、そうなの。全然知らなかったわ。その兵器とはポセイドンのことで、とんでもない威力を持った核兵器だな。やばすぎるわね。もしこの予言が現実になったら、2023年の世界は、とんでもないことになってしまう可能性があるだろうな。次にパーカーさんは、2023年に世界的な食糧危機が訪れると予言していたぜ。え、食糧危機はやばいわね。そうだな。具体的に言うと、現在の世界は物価の高騰、生産性の低下が起きている状況だぜ。確かにそうね。日本でも、コーラの値段が高くなったからやばいと思っているわ。でも、正直なところ、日本が本当に食糧危機に陥るのか信じられないのよね。甘いな、霊夢。日本の食糧自給率は約 37% と言われているんだ。え、そうなの。じゃあ、万が一の時はやばいことになりそうね。また、パーカーは2023年の日本に関係があると思われる予言をしていたので、解説していくぜ。しっかりと日本にも関係のある予言をしていたのね。それで、どんな予言をしているの？パーカーは次の予言を残しているんだ。東の方で、トンガ火山噴火のような大噴火が発生し、津波が発生するだろう。確認だけど、この予言は日本のことを言っているわけではないんでしょ？そうだな、あくまでもパーカーは東の方で、と予言しているに過ぎないぜ。でも、予言の内容から考えると、日本のことを言っている可能性が高いような気がするわね。まあ、そこをどう受け止めるかは人によると思うけどな。確かに、そうだけど、私は日本のことを予言しているような気がしてならないわ。それは、私もだぜ。それで、予言の内容を解読すると、おそらく、火山が噴火し、巨大な地震が発生、それから、津波が来るといった感じだな。火山の噴火に巨大地震、それに津波、大災害の三拍子じゃないのよ。そうだぜ。また、私なりにパーカーの予言を日本に当てはめてみたけど、当てはまらなかったな。よかったわ。でも、どうしてマリサは予言が当てはまらないと思ったの？それは、日本にある火山が噴火しても、津波が発生する可能性は低いと考えたからだぜ。でも、桜島とか最近話題になっているでしょ？あ、完全に桜島の存在を忘れていたな。え、それってつまり、桜島でヤバい噴火が起きた時は、日本を先ほどの三拍子が襲う可能性があるということだな。ひぃ、結局あるのね。また、危険なのは桜島だけではなく、阿蘇山もかなりヤバいぜ。出たー、阿蘇山。阿蘇山が噴火すると、九州で700万人の人々が亡くなると言われているんだ。ヤバすぎるわね。また、パーカーの予言の内容を、日本だけではなく世界に当てはめると、一つの場所が該当するぜ。え、それはどこの国なの？おそらく考えられるのは、インドネシアのタンボラ火山だな。初めて聞いたわね。タンボラ火山は先ほども言ったように、インドネシアの火山で1815年4月に、大噴火し、多くの人々が犠牲になっているぜ。それって、絶対にヤバいじゃん。確かにヤバいけど、タンボラ火山の噴火の影響で、大地震が発生したと言われているが、津波に関する記録はそこまで残っていないぜ。ほうほう、じゃあ、微妙に当てはまらないのね。確かにそうだな。しかし、パーカーの予言を抜きに考えても、日本には数多くの地震をはじめとする、災害の発生が危惧されているからな。確かに言われてみれば、今年はいろいろと起きそうな気がするわね。さて、今回は現代のノストラダムスと言われている、クレイグ・ハミルトン・パーカーの予言を中心に、日本に迫る危機について解説したぜ。お願いだから予言の内容が現実になってほしくないわね。それは間違いないな、とにかく何もないことを願うばかりだぜ。
まずは、現代のノストラダムスと呼ばれている、クレイグ・ハミルトン・パーカーについて解説していくぜ。パーカー、どうしても服のパーカーを連想してしまうけどね。確かに気持ちはわかるけど、つまらないことは言わないでほしいぜ。ごめん、ごめん。それで、パーカーさんはどこの国の預言者なの？パーカーさんはイギリスの預言者で、その預言の的中率は 70% を超えていると言われているんだ。70%、結構高い人ね。また、パーカーさんは仮に預言が外れた場合は、真摯に預言が外れたことを認める人物なんだ。それは、預言者としては珍しいわね。確かに、預言者の多くは預言が外れたことを、特に認めることはしないからな。それで、パーカーさんは若い頃から、シックスセンス、第六感が強かったそうだぜ。その結果、若い頃から予知夢を見たり、何者かに囁かれたりしていたそうだぜ。すごい能力だけど、何者かに囁かれたら怖いわね。確かにそれはそうだな。それに基本的な預言者の多くは予知夢だけど、パーカーさんみたいな囁かれる系預言は初めてだね。そうだな、これまで紹介してきた預言者の多くは、予知夢によって預言の内容を得ていたな。だけど、今回のパーカーさんは第六感によっても予言の内容を得ることができるすごい人なんだぜ。なるほどね。ゴースト天国の囁きみたいな感じね。なかなか古風な海外ドラマの話を持ち出してきたな。否定はできないわ。それに囁きだったら、予言というよりは霊媒的な雰囲気を感じるわね。良いところに気づいてくれたな。実はこのパーカーさんは予言者でありながら、霊媒師の顔を持っているんだ。まさかの二刀流であり、メリンダさんなのね。まだ、ゴーストの話を引っ張るんだな。途中、ジムがなくなってしまうけどね。おい、サーセン。それで、パーカーさんはこれまでに多くの霊と接しており、その霊たちから予言の内容を聞くことがあったそうだぜ。なるほどね。それで、パーカーさんはこれまでにどんな予言を的中させているの？それに関しては色々とあるので、順番に解説していくな。よろしく。まず、パーカーが的中させた予言は、イギリスが欧州連合から離脱するだぜ。ほうほう、確かに離脱したわね。この予言を具体的に言うと、2016年6月23日に行われた国民投票の結果、投票者の 51.9% が EU を離脱することを選択したことから、イギリスは欧州連合から離脱したぜ。確かにそんなことがあったね。それで、パーカーさんはその予言をいつ頃にしていたの？イギリスが欧州連合を離脱する20年以上前から予言していたと言われているぜ。20年以上前から予言していたのはすごいわね。次にパーカーが的中させた予言は、トランプ大統領が当選するだぜ。今までの予言者の多くは、ざっくりした内容の予言が多かったけど、大統領の当選を予言しているのはすごいわね。確かにな。それで、パーカーさんはトランプが政治活動を始めた頃から、いずれトランプが大統領になることを予言していたそうだぜ。なるほどね。ただし、トランプの2期目の大統領選に関しては、予言を外しているぜ。あらら、最初は予言が的中したけど、2期目は外れてしまったのね。でも、またトランプさんは出馬を表明しているから、パーカーさんがどんな予言をするのか気になるね。確かにそうだな。その点に関しては今後もパーカーさんの予言に注目したいな。次にパーカーさんはエリザベス女王の最後について予言していたぜ。え、そうだったの。パーカーは動画内で、2022年にエリザベス女王が危ないと予言していたんだ。なるほど、確かにその通りになったわね。そうだぜ。まあ、こんな感じでパーカーさんは、いろいろな予言を的中させているんだ。なるほどね。じゃあ、パーカーさんはこれまでにどんな予言を残しているの？いろいろあるから簡単に紹介していくな。よろしく。次にパーカーは世界情勢についても、次のような予言を残しているぜ。ロシアとウクライナ侵攻に関して、この2、3ヶ月の間に、前進があるだろう。再び、大きな船、フラッグシップが沈み、ロシア軍の被害が大きくなる。ロシア国内でプーチンへの反感が高まり、プーチンが権力の座から下ろされるだろう。北朝鮮についても同じで、人々が立ち上がるだろう。また、いつの日か中国でも同じことが起こる。最近の世界情勢を考えると、一部的中していて、一部外れている感じね。その通りだぜ。具体的に言うと、ウクライナ問題は2、3ヶ月の間に、前進と呼べる動きはなかったけど、最近になって、ウクライナ側のゼレンスキー大統領は、ロシアに対して来年度に終戦に向けた、動きを行うと語っていたぜ。確かに言っていたね。となると、パーカーの予言は一部的中して、一部外れている感じだね。そうだな、また、中国では新たな動きが出ているけどな。さて、ここまでは世界中の人が常に関心を集める、災害などに関する予言を解説してきたぜ。いろいろとあったけど、これだ、っていうのは少なかったわね。確かにそうだが、パーカーさんは災害以外で、恐ろしい予言を残しているんだ。え、そうなの。それで、それはどんな予言なの？
それは、メタは失敗し、ガーファは国から圧力をかけられるという内容なんだ。本当にそうかな？だってメタは世界中が注目しているじゃん。だから、私も株を買おうと思ったんだけどね。確かにメタは世界中が注目しているけど、いろいろと問題視されていることは間違いないぜ。やっぱり、そうなのね。それで、どんな問題があるの？いろいろと問題はあるんだけど、具体的に言うとメタに対して、問題があるのではなく、メタバース、仮想空間についての問題が指摘されている感じだな。ほうほう、それは問題だね。それで、仮想空間の具体的な問題として、一番有名なのは法整備が整っていないことだな。確かに仮想空間に関する法律は、聞いたことがないわね。それで、懸念されているのは、法整備が整っていない状態で仮想空間が生み出されると、犯罪の温床になると言われているんだ。それは困るよ。悪い人に好き放題やられたら、やばいことになるだろうし。その他には、現実世界と仮想空間において、いろいろな差が生まれることが問題だと考えられているぜ。いろいろと問題があるのね。それで、話を戻すけど、パーカーはそれらの問題からメタが失敗すると予言しているんだ。なるほどね。確かに失敗しそうな雰囲気は十分あるわね。それに最近のメタに関する事情は、いろいろと問題を抱えていることは間違いないぜ。確かに、ニュースとかいろいろと言われているからね。それで、パーカーはガーファが、国から圧力をかけられると予言しているけど、それはどういうことなの？それに関しては、ガーファが何か知っていることが前提となるぜ。ガーファって確か Google とかでしょ？まあ、間違いではないけど、ガーファとは、Google、Amazon、Facebook、Apple のことだな。すべてヤバすぎるぐらいの大企業だね。それで、ガーファに対する国からの圧力って何なの？具体的に言うと、パーカーは、ガーファは国から独占的な情報操作が規制され、業績が悪化すると予言しているんだぜ。そんなことが実際にあるのかな。まあ、あくまでも予言なので、はっきりしたことは言えないけど、2021年7月に、アメリカのバイデン大統領は、大手企業による市場の独占を、取り締まる権に関して、大統領令に署名しているんだぜ。そうだったの。じゃあ、もしかすると、があるかもしれないのね。なんとも言えないところだけど、もしかしたらがあるかもしれないな。では、ここまでは、パーカーさんの2022年の予言などを振り返ったけど、実は、先ほどまでの予言は、2023年の1月まで発生する可能性があると言っているんだ。そうなの。今年も終わりだと思ったけど、まだ、引き続いていくのね。だから、予言を振り返ったのね。そうだぜ。それじゃ、2023年の予言を解説していこう。まずは、パーカーさんは次の予言をしているぜ。ロシアで大きな雲が上がるだろう。その雲は、大変危険な雲で、多くの人にとって害をなすだろう。といった内容だぜ。大きな雲って、B ミサイルじゃないの？おそらく、その可能性は高いだろうな。また、ロシアは世界を雲で包み込むほどの、やばい兵器を所有していると言われているぜ。そうなの。全然知らなかったわ。また、その他にも、ロシアはポセイドンと呼ばれるやばい兵器を所有しているからな。ひょっとすると、2023年の世界は、とんでもないことになってしまう可能性があるだろうな。次にパーカーさんは、2023年に世界的な食糧危機が訪れると予言していたぜ。食糧危機はやばいわね。そうだな、具体的に言うと、現在の世界は物価の高騰、生産性の低下が起きている状況だぜ。確かにそうね。日本でもコーラの値段が高くなったから、やばいと思っているわ。でも、正直なところ、日本が本当に食糧危機に陥るのか信じられないのよね。甘いな、霊夢。日本の食糧自給率は、約 37% と言われているんだ。そうなの。じゃあ、万が一の時はやばいことになりそうね。最後にパーカーは、2023年の日本に関係があると思われる予言をしていたので、解説していくぜ。しっかりと日本にも関係のある予言をしていたのね。それで、どんな予言をしているの？パーカーは次の予言を残しているんだ。東の方でトンガ火山噴火のような大噴火が発生し、津波が発生するだろう。確認だけど、この予言は日本のことを言っているわけではないんでしょ？そうだな、あくまでもパーカーは東の方でと予言しているに過ぎないぜ。でも、予言の内容から考えると、日本のことを言っている可能性が高いような気がするわね。まあ、そこをどう受け止めるかは人によると思うけどな。確かに、そうだけど、私は日本のことを予言しているような気がしてならないわ。それは、私もだぜ。それで、予言の内容を解読すると、おそらく、火山が噴火し、巨大な地震が発生、それから、津波が来るといった感じだな。火山の噴火に巨大地震、それに津波、大災害の三拍子じゃないのよ。そうだぜ。また、私なりにパーカーの予言を日本に当てはめてみたけど、当てはまらなかったな。よかったわ。でも、
どうしてマリサは予言が当てはまらないと思ったの？それは、日本にある火山が噴火しても、津波が発生する可能性は低いと考えたからだぜ。でも、桜島とか最近話題になっているでしょ？あ、完全に桜島の存在を忘れていたな。え、それってつまり、桜島でヤバい噴火が起きた時は、日本を先ほどの三拍子が襲う可能性があるということだな。ひぃ、結局あるのね。また、危険なのは桜島だけではなく、阿蘇山もかなりヤバいぜ。出たー、阿蘇山。阿蘇山が噴火すると、九州で700万人の人々が亡くなると言われているんだ。ヤバすぎるわね。また、パーカーの予言の内容を日本だけではなく、世界に当てはめると、一つの場所が該当するぜ。え、それはどこの国なの？おそらく考えられるのは、インドネシアのタンボラ火山だな。初めて聞いたわね。タンボラ火山は先ほども言ったように、インドネシアの火山で、1815年4月に、大噴火し、多くの人々が犠牲になっているぜ。それって、絶対にヤバいじゃん。確かにヤバいけど、タンボラ火山の噴火の影響で大地震が発生したと言われているが、津波に関する記録はそこまで残っていないぜ。ほうほう、じゃあ、微妙に当てはまらないのね。確かにそうだな。しかし、パーカーの予言を抜きに考えても、日本には数多くの地震をはじめとする、災害の発生が危惧されているからな。確かに言われてみれば、来年はいろいろと起きそうな気がするわね。さて、今回は現代のノストラダムスと言われている、クレイグ・ハミルトン・パーカーの予言について解説したぜ。お願いだから、予言の内容が現実になってほしくないし、来年も大きなことがない方がいいわね。それは間違いないな、とにかく何もないことを願うばかりだぜ。まずは、現代のノストラダムスと呼ばれている、クレイグ・ハミルトン・パーカーについて、解説していくぜ。パーカー、どうしても服のパーカーを連想するわ。しょうもな。つまらないことを言わないでほしいぜ。さあせん。それで、パーカーさんはどこの国の予言者なの？パーカーさんはイギリスの予言者で、その予言の的中率は 70% を超えていると言われているんだ。70%、高いわね。でも、パチンコの機械割りよりは低いわね。なんとも言えない例えだな。それで、パーカーさんは若い頃から、シックスセンス、第六感が強かったそうだぜ。その結果、若い頃から予知夢を見たり、何者かに囁かれたりしていたそうだぜ。何者かに囁かれたら怖いわね。それに基本的な予言者の多くは予知夢だけど、パーカーさんみたいな囁かれる系予言は初めてだね。そうだな、これまで紹介してきた予言者の多くは、予知夢によって予言の内容を得ていたな。だけど、今回のパーカーさんは第六感によっても、予言の内容を得ることができるすごい人なんだぜ。繰り返しになるけど、急に誰かに囁かれたら少し怖いわね。ゴースト、天国からの囁きみたいな感じね。メリンダだな。それに囁きだったら、予言というよりは、霊媒的な雰囲気を感じるわね。良いところに気づいてくれたな。実はこのパーカーさんは予言者でありながら、霊媒師の顔を持っているんだ。まさかの二刀流であり、メリンダさんなのね。ゴーストの話はここまでにしてくれよ。さあせん。それで、パーカーさんはこれまでに多くの霊と接しており、その霊たちから予言の内容を聞くことがあったそうだぜ。なるほどね。それで、パーカーさんはこれまでに、どんな予言を的中させているの？それに関しては色々とあるので、順番に解説していくな。よろしく。まず、パーカーが的中させた予言は、イギリスが欧州連合から離脱するだぜ。ほうほう。この予言を具体的に言うと、2016年6月23日に行われた、国民投票の結果、投票者の 51.9% が EU を離脱することを選択したことから、イギリスは欧州連合から離脱したぜ。確かにそんなことがあったね。それで、パーカーさんはその予言をいつ頃にしていたの？イギリスが欧州連合を離脱する20年以上前から予言していたと言われているぜ。20年以上前から予言していたのは、すごいわね。次にパーカーが的中させた予言は、トランプ大統領が当選するだぜ。今までの予言者の多くは、ざっくりした内容の予言が多かったけど、大統領の当選を予言しているのはすごいわね。確かにな。それで、パーカーさんは、トランプが政治活動を始めた頃から、いずれトランプが大統領になることを予言していたそうだぜ。なるほどね。ただし、トランプの2期目の大統領選に関しては、予言を外しているぜ。最初は予言が的中したけど、2期目は外れてしまったのね。次に、パーカーさんは、エリザベス女王の最後について予言していたぜ。え、そうだったの。パーカーは動画内で、2022年にエリザベス女王が危ないと予言していたんだ。なるほど、確かにその通りになったわね。そうだぜ、まあ、こんな感じでパーカーさんは、いろいろな予言を的中させているんだ。なるほどね。じゃあ、パーカーさんはこれまでにどんな予言を残しているの？いろいろあるから簡単に紹介していくな。よろしく。
パーカーは災害に関する予言も多数しているんだ。ほうほう。具体的に言うと、次の内容だな。インド洋だと思うが、津波が起こるだろう。ただし、インドネシアなどで発生している大津波のようなものではない。また、世界中で地震が活発化し、頻度も増えるだろう。その結果、これまで地震が来なかったところに、発生したりする場合があるだろう。という内容の予言だぜ。なんだか、ふわーとした感じの予言だね。はっきりどこでどうなるのか言ってほしいわ。まあ、予言者はこんな感じだからな。また、いつどこでどんな災害が、起きることを予言しているわけではないから、安心はできないよな。特に日本だったら、毎日が心配だよ。確かにそうだけど、予言の内容から言えることは、インド洋で津波が発生する可能性があること。世界中で地震が活発化すること、普段は発生しない場所で地震が起きることを、パーカーは予言しているんだぜ。じゃあ、日本は大丈夫だね。なぜなら世界でも有数な地震大国だからさ。まあ、そういう考え方もできるな。それで、今後地震が起きる国は一体どこなんだろうね？それに関しては何とも言えないな。ただ、パーカーの予言とは関係ないけど、別の予言者は、周囲を海に囲まれた国で、巨大地震が発生すると予言しているぜ。周囲を海で囲まれている国ってことは、すぐに思いつくのは日本だね。まあ、すぐに思いつくのは日本だけど、日本は頻繁に地震が発生しているからな。おそらく違うと思うぜ。じゃあ、どこなんだろうね。噂されているのは、オーストラリアだな。ほうほう。オーストラリアは周囲を海に囲まれているし、地震が少ない国だと考えられているからな。確かに、オーストラリアで地震が発生した話は、あんまり聞いたことがないわね。また、予言の内容とは少し違うけど、最近では、メキシコで巨大地震が発生しているからな。確かにそうだったね。じゃあ、パーカーさんの予言は、メキシコのことなのかな？それは何とも言えないけど、メキシコは決して地震が少ない国ではないと思うぜ。ほうほう。なぜなら、メキシコは1985年にも、大きな地震が発生しているからな。なるほどね。パーカーは世界情勢についても、次のような予言を残しているぜ。ロシアとウクライナ侵攻に関して、この2、3ヶ月の間に、前進があるだろう。再び、大きな船、フラッグシップが沈み、ロシア軍の被害が大きくなる。ロシア国内でプーチンへの反感が高まり、プーチンが権力の座から下ろされるだろう。北朝鮮についても同じで、人々が立ち上がるだろう。また、いつの日か中国でも同じことが起こる。なるほどね。要は、ウクライナ問題が解決する可能性が、2、3ヶ月の間にあるということ。ロシア、中国、北朝鮮で指導者が変わるって感じの予言だね。その通りだぜ。だけど、パーカーはこの予言を、ウクライナ問題が発生した直後に、言っているので、一部予言が外れているけどな。確かにそうだね。ウクライナ問題は、2、3ヶ月の間に前進と呼べる動きはなかったからね。だけど、最近では大きな動きが頻繁に起きているので、パーカーさんの予言は外れたのではなく、一部時期がずれていたということになると思うな。確かにそうだね。さて、ここまでは世界中の人が、常に関心を集める、災害などに関する予言を解説してきたぜ。いろいろとあったけど、これだ、っていうのは少なかったわね。確かにそうだが、パーカーさんは災害以外で恐ろしい予言を残しているんだ。え、そうなの。それで、それはどんな予言なの？それは、メタは失敗し、ガーファは国から圧力をかけられるという内容なんだ。本当にそうかな？だってメタは世界中が注目しているじゃん。だから、私も株を買おうと思ったんだけどね。確かにメタは世界中が注目しているけど、いろいろと問題視されていることは間違いないぜ。やっぱり、そうなのね。それで、どんな問題があるの？いろいろと問題はあるんだけど、具体的に言うとメタに対して、問題があるのではなく、メタバース、仮想空間についての問題が、指摘されている感じだな。ほうほう。それで、仮想空間の問題として、一番有名なのは法整備が整っていないことだな。確かに仮想空間に関する法律は、聞いたことがないわね。それで、懸念されているのは、法整備が整っていない状態で、仮想空間が生み出されると、犯罪の温床になると言われているんだ。それは困るよ。悪い人に好き放題やられたらやばいことになるだろうし。また、別の問題としては、簡単に仮想空間に入ることができる世界が構築されると、一人の人間が、いくつもの存在を生み出すと考えられているんだ。つまり、一人の人間が仮想空間で、いろいろな人間として活動するってことだよね？そういうことだぜ。まるで白馬サムネの考える世界だね。確かにな。その他には、現実世界と仮想空間において、いろいろな差が生まれることが問題だと考えられているぜ。いろいろと問題があるのね。それで、話を戻すけど、パーカーはそれらの問題から、メタが失敗すると予言しているんだ。なるほどね。
それで、パーカーはガーファが、国から圧力をかけられると予言しているけど、それはどういうことなの？それに関しては、ガーファが何か知っていることが前提となるぜ。ガーファって確か Google とかでしょ？まあ、間違いではないけど、ガーファとは、Google、Amazon、Facebook、Apple のことだな。すべてヤバすぎるぐらいの大企業だね。私も将来は、無理だな。夢は見たかったわね。まあ、好きに見てくれ。それで、ガーファに対する国からの圧力って何なの？具体的に言うと、パーカーは、ガーファは、国から独占的な情報操作が規制され、業績が悪化すると予言しているんだぜ。そんなことが実際にあるのかな。まあ、あくまでも予言なので、はっきりしたことは言えないけど、2021年7月に、アメリカのバイデン大統領は、大手企業による市場の独占を、取り締まる権に関して、大統領令に署名しているんだぜ。え、そうだったの。じゃあ、もしかすると、国が巨大企業を止めようとする可能性が、高いということだな。信じられないけど、大統領令にバイデンが署名しているなら、全くなさそうな話でもなさそうね。次にパーカーは、日本に関係があると思われる予言を残しているんだぜ。え、日本に関係する予言を残しているの？ここまでの話の内容から、それはないと思っていたわ。油断してもらったら困るぜ。まあ、日本は地震大国だし、多くの予言者からいい感じに扱われている気がするわ。それに関しては否定できないけどな。それで、パーカーの予言は次の内容だぜ。東の方で、トンガ火山噴火のような大噴火が発生し、津波が発生するだろう。確認だけど、この予言は日本のことを言っているわけではないんでしょ？そうだな、あくまでもパーカーは東の方で、と予言しているに過ぎないぜ。なるほどね。でも、予言の内容から考えると、日本のことを言っている可能性が高いような気がするわね。まあ、そこをどう受け止めるかは、人によると思うけどな。確かに。それで、予言の内容を解読すると、おそらく、火山が噴火し、巨大な地震が発生、それから、津波が来るといった感じだな。火山の噴火に巨大地震、それに津波、大災害の三拍子じゃないのよ。そうだぜ。それで、私なりにパーカーの予言を日本に当てはめてみたけど、当てはまらなかったな。よかったわ。でも、どうしてマリサは、予言が当てはまらないと思ったの？それは、日本にある火山が噴火しても、津波が発生する可能性は低いと考えたからだぜ。でも、桜島とか最近話題になっているでしょ？あ、完全に桜島の存在を忘れていたな。え、それってつまり、桜島でヤバい噴火が起きた時は、日本を先ほどの三拍子が襲う可能性があるということだな。ひぃ、また、危険なのは桜島だけではなく、阿蘇山もかなりヤバいぜ。出たー、阿蘇山。阿蘇山が噴火すると、九州で、700万人の人々が亡くなると言われているんだ。ヤバすぎるわね。また、パーカーの予言の内容を日本だけではなく、世界に当てはめると、一つの場所が該当するぜ。え、それはどこの国なの？おそらく考えられるのは、インドネシアのタンボラ火山だな。初めて聞いたわね。タンボラ火山は先ほども言ったように、インドネシアの火山で、1815年4月に大噴火し、多くの人々が犠牲になっているぜ。また、噴火の影響で大地震が発生したと言われているけど、津波に関する記録はそこまで残っていないな。ほうほう。なんとなくパーカーさんの予言に似ているような感じだけど、予言では火山が噴火して、津波が発生すると言っているから、マリサの予想は違うかもしれないわね。確かにそうだな。まあ、考え出したらいろいろな場所が浮かぶけど、実際は何とも言えないことが多いぜ。まあ、あくまでも予言だしね。そうだぜ。まずは、世界情勢を予言している予言者たちを解説していこう。このチャンネルではいろいろな予言者を取り上げているから、誰が登場するのかな。それで一人目は、最強の予言者と言われている、ジュセリーノ・ダルースだぜ。どこかで聞いたことがあるような気がするわ。もちろん、聞いたことがあると思うぜ。なぜなら、ルースは日本のテレビ番組にも、たびたび、出演していたからな。やっぱりね。だから、私が聞いたことがあるのね。そうだぜ。それで、ルースは予言者として有名だけど、普段が英語の教師や英会話の講師として、活躍している人物なんだぜ。最強の英語の先生だね。関係ないけど、地獄先生ヌーベイを思い出したわ。全く関係ないな。ごめん。それで、ルースはこれまでにいろいろな予言を的中させている。中でも有名なのは、新潟中越地震だぜ。え、そうなの？そうだぜ。話を進めるけど、新潟中越地震とは、2004年10月23日、17時56分、新潟県中越地方を震源として発生した、マグニチュード 6.8、震源の深さ13キロの直下型の地震だぜ。また、1995年の兵庫県南部地震、阪神淡路大震災以来、
当時観測史上、2回目の最大震度7を記録した地震なんだ。当時はかなり話題になった災害だったわね。また、ルースはダイアナ妃の最後についても、予言している人物なんだ。え、ダイアナ妃ってあのダイアナさんだよね。そうだぜ。具体的に言うと、ダイアナ妃は1997年8月31日に、執拗にパパラッチを続ける。マスコミを巻くために車で走行していたところ、トンネル内の中央分離帯に衝突し、亡くなってしまったぜ。確かにそうだったわね。それにこの事件は、今でも色々な憶測が立てられている事件として有名よね。その通りだぜ。次にルースが的中させた予言は、チェルノブイリ原発事故だぜ。ルースは世界における重大な事件や事故を予言し、的中させているわね。そうだな、それで、チェルノブイリ原子力発電所事故は、1986年4月26日、午前1時23分に、ソビエト社会主義共和国連邦の構成国である、ウクライナソビエト社会主義共和国の、チェルノブイリ原子力発電所4号炉で、起きた原子力事故のことだな。また、後に決められた、国際原子力事象評価尺度では、深刻な事故を示す、レベル7に分類されているぜ。様々な原因が重なって、最悪の事故が起きてしまったんだよね。その通り。まあ、こんな感じでルースは、いろいろな予言を残しては的中させているけど、少し前に、日本に関するヤバい予言を残しているんだ。え、ヤバい予言って、ルースは2030年、2038年に巨大地震が日本を襲うと予言しているぜ。地震が起きて、また8年後に地震だね。確かにそうだな。それで、ルースが予言している2030年と2038年の地震については、どちらも、マグニチュード8以上の地震だと予言しているぜ。マグニチュード8以上とかヤバすぎでしょ。それで、気になるのはその地震がどこで発生するかだね。ルースは具体的に、日本のどこで大地震が発生するか予言していないの？残念ながら、日本のどこで大地震が発生するかは予言していないぜ。そうなの、でも、場所は予言してほしかったわ。まあ、気持ちはわかるけど、災害の対策をしておくしかないな。次にインドの天才予言者である、アディラーナンド君の話をしていこう。出た、インドの天才予言少年。アナンド君は、日本で次のようなことが起きると予言しているぜ。強力な水害、風害、火山の噴火などが起きます。また、アメリカの中央部では巨大な竜巻によって、多くの人々が犠牲になる可能性が高いでしょう。特に日本は災害に対して注意が必要ですが、世界各国も災害に警戒する必要があります。インドの少年が、遠く離れた日本のことを予言するなんてやばいわね。確かにそうだな。また、少し余談になるが、アナンド君は、2021年2月10日に発生した、ロイヤル気象島の地震を予言し、見事に的中させているからな。そうだったのね、インドの天才予言少年というのは、間違いではなさそうね。個人的には的中してないでほしかったわ。まあ、気持ちはわかるけどな。次は日本で有名な予言者である、松原照子の予言を見ていこう。一瞬だけドラえもんの声優さんと、間違えてしまう人だね。それに関しては全く理解できないけどな。さあせん。そんなテルコさんは、日本の地震を結構的中させているんだ。例えばどんな地震があるの？まず、的中させた予言は、日向灘で発生した地震だぜ。この予言に関しては、2021年11月8日に、配信された。介護ポスト7において、テルコさんは次のように語っているんだ。私が気になっているのは紀伊半島沖から遠州灘にかけて、それと東南海域です。どうしても、何かが動いている気がします。これは気のせいではありません。それと、もう一つ気になるのは、宮崎県東部の沖合も気になります。やはり、何かが動いているような気がするのです。何かが動いているってことは、地震が発生する原因であるプレートのことを予言していたのかな？その通りだぜ。そして、2021年1月22日の、午前1時頃に、日向灘沖を震源とする、大きな地震が発生したんだぜ。予言をしてから、すぐに的中しているね。そうだぜ。また、日向灘沖で発生した地震は、宮崎県東部や大分県において、最大震度5強を観測したぜ。震度5強ってかなり強いわね。それで、驚きなのは日向灘沖で、震度5強の地震が発生したのは、約25年ぶりのことだったんだぜ。え、25年ぶりのことだったの。それを予言し、的中するなんてすごいわね。本当にすごいよな。それで、テルコさんは日本の歴史に残る、あの大地震を予言していたんだ。いろいろな地震が歴史に残っているけど、もしかして、東日本大震災とか？その通りだぜ。やっぱり、そうだったのね。また、テルコさんは東日本大震災を的中させただけではなく、東日本大震災のある部分も的中させているんだ。え、そうなの。一体何を的中させたのかしら？それは、地震が発生した場所を予言し、的中させているんだ。
え、発生した場所を的中させているの。それはすごいわね。一般的な預言者だったら、地震が発生する範囲が大きいことが多いからね。確かにそうだな。それで、テルコさんの予言は次の通りだぜ。災害は忘れた頃にやってくる。太平洋側に動く気配がする。陸前高田という地名が聞こえる。広範囲が揺れる。といった内容だぜ。陸前高田って確か、東日本大震災において、津波によって大きな被害を受けた場所だな。そのことを予言しているなんて、すごいわね。まあ、これだけでもかなりヤバい予言者であることは間違いない。しかし、テルコさんは将来の日本で、さらにヤバいことが起きると予言しているんだ。え、さらにヤバいことって何なの？それは、日本が分裂してしまうと予言しているんだ。え、ヤバすぎでしょ。日本が分裂するってどういうことなのよ。確かにスケールが大きすぎて、いまいち理解できないよな。でも、テルコさんは確かに日本が分裂することを予言しているんだ。それで、テルコさんの予言の内容は次の通りだぜ。2022年は地震が多くなる年です。また、2021年から約10年間は、巨大地震が発生する可能性が高くなっているので、注意が必要です。2021年から10年間、地震が多くて、2022年は特に地震が多い年であるとすれば、今年に何か大きな地震が起きそうね。もしかすると年末とかに、ヤバい地震が起きたりして、予言の内容を信じれば、その可能性はあるかもしれないな。それで、テルコさんは予言する地震が起きることによって、日本が分裂すると考えているの？そうだぜ。また、この予言をテルコさんは、30年前からしていたんだぜ。そんなに前からしていたの？すごいわね。でも、正直に言って、日本が分裂するとか、大げさなことだと思うんだよね。川口海事の太陽の目視録は、漫画の世界だと思うわ。確かに、霊夢がそう思ってもおかしくはないと思うぜ。だよね、だよね。でもな、専門家の見解によると、地震によって日本が分裂する可能性は、全くないとは言えないとしているぜ。え、そうなの。まあ、その専門家の見解については、話が長くなるので、今回は解説しないけどな。わかったわ。とりあえず、日本が分裂する可能性があるということだけは覚えておくわ。よろしく頼むぜ。また、テルコさんは地震に関して、こんな予言も残しているんだ。カレンダーの日付が赤い。水曜日に、関東地方でマグニチュード6以上の、地震が発生すると思われます。また、その地震の影響によって、糸魚川から静岡県構造線断層帯に沿って、日本は分裂するでしょう。とテルコさんは予言しているぜ。予言の内容はなんとなくわかるんだけど、前半の予言が複雑だね。確かにそうだな。だから、ちょっと予言を解読していくぜ。よろしく。まず、カレンダーの日付が赤い水曜日とは、祝日のことを指すんだぜ。なるほどね。確かに、祝日はカレンダーに赤色で書かれているもんね。まあ、予言に関して難しいところは、こんな感じだと思うぜ。あとは大丈夫だよ。ただ、日本がやべえことになるのは、間違いなさそうだけど。とにかく、そうならないことを祈っていてくれ。祈るわ。次は水晶玉で予言を行う、ルイーズ・ジョーンズだぜ。出たー、ルイーズ。ルイーズは、菅総理が辞任するという内容の予言を、的中させた人物として有名だな。え、そうだったの。それは知らなかったわ。具体的に言うと、ルイーズさんは、自身の YouTube チャンネルで、そのことを予言していたぜ。思い出したわ。確かにそんなことを予言していたわね。思い出してくれたか。それで、ルイーズは、日本をクレイジーな地震が襲うと予言しているんだ。また、地震なのね。それにクレイジーな地震という表現が気になるわ。具体的に言うと、ルイーズは日本を襲う地震に対して、次のように語っているぜ。今年は様々な異常気象が起こるでしょう。中でもカリブ海やバミューダ海域で、大きな現象が起きると思います。海が見える、太平洋も見えている、大西洋も見えている。今年はクレイジーな地震が起きるでしょう。ちょっと、待って。予言の内容は全然頭に入ってこなかったわよ。まあ、否定はできないけどな。とにかくルイーズさんの中では今年はいろいろな異常現象が起き、日本を巨大でクレイジーな地震が襲うと予言しているんだ。予言の内容を聞いても理解できない、巨大でクレイジーな地震って一体なんだろうね。それに関してルイーズさんは、特に言及はしていないんだ。ちょっと、ずるいわね。まあ、あくまでも予言だから、その点は勘弁してくれよ。わかったわ。ここまでは有名な予言者の予言を聞いたけど、ここからはどんな災害が起きるのか考えていこう。予言者の話を全体的にまとめてみると、やっぱり地震に注意した方が良いみたいね。その通りだな。それで、今後の日本では、次の地震の発生が危惧されているぜ。まず、北海道における巨大地震。次に東北地方の太平洋沖で発生が予想されている、アウターライズ地震だぜ。ほうほう。どっちもかなりヤバそうだね。
具体的に言うと、北海道における大地震は、北海道の南東沖の千島海溝と、岩手県沖の日本海溝で発生すると考えられているぜ。千島海溝って聞いたことがあるわ。それで、地震の規模はおよそどれくらいなの？規模は、約マグニチュード9だと考えられており、被害は最大で、約19万9千人が犠牲になると考えられているんだぜ。19万人。ものすごく多いわね。北海道の地震でここまで大きな被害になってしまうのは、日本観測史上最大の津波が来ると、考えられているからなんだ。どれくらいの津波が来るの？推計では、岩手県宮古市で、最大 29.7 メートル。北海道えりも町で、最大 27.9 メートルの、津波が来ると考えられているんだぜ。約30メートルの津波って想像ができないけど、本当にそんな津波が来たらやばいわね。それでもう一つのアウターライズ地震は、どれくらいの規模の地震なの？推定でマグニチュード8だと言われているな。じゃあ、北海道の地震よりは、少し規模が小さいのね。確かに地震の規模は小さいけど、津波の高さは、最大で30メートルを超える、可能性があると言われているんだ。高すぎでしょ。そして、北海道の地震と同じくらいの犠牲者が出ると、考えられているんだぜ。どっちの地震が来ても、かなりヤバいわね。地震の規模が大きいので、目をそらしたくなるが、ヤバいことは間違いないな。さて、このように日本はいつでもヤバい地震が起きる可能性はある。だから、日頃から災害対策を行うことが大切だぜ。そうね。とりあえず、防災バッグを買ってくるわ。ぜひともそうしてくれ。まずはパーカーさんがどんな預言者なのか、解説していくぜ。よろしく。パーカーさんはイギリスの預言者であり、イギリスではパーカーさんの預言の的中率が高いことから、運命の預言者と呼ばれているな。運命の預言者、かっこいいわね。確かにかっこいいけど、パーカーさんの実際の異名は、プロフェット・オブ・ブームなんだ。それを今回解説する際に、Google 先生に翻訳してもらったら、運命の預言者となったから、そのように解説したぜ。なるほどね。そういった経緯があったのね。それで話を進めるけど、パーカーさんはこれまでにイギリスの EU 離脱や、トランプ大統領の当選を予言し、的中させたことで話題になったぜ。すごいわね。ただし、トランプ大統領の2期目の選挙の時は、現在のバイデン大統領が、落選すると予言していたけど、その予言は的中しなかったぜ。あらら、まあ、予言だしね。パーカーさんはその他にも、コロコロをあらかじめ予言していたと、主張しているけど、詳しいことはわかっていないぜ。まあ、予言だからね。仕方がないよ。それで、パーカーさんはどうやって予言を行うの？パーカーさんの予言の方法は、霊媒を中心としていると言われているぜ。霊媒、すごいわね。じゃあ、パーカーさんは幽霊と話をすることができるんだね。そういうことだぜ。それで、もっと具体的に言うと、パーカーさんは多くの幽霊と霊媒を通して、意見交換を行い予言していると、過去に語っていたぜ。予言者というよりは、霊媒師的な感じの人だね。確かにそうだな。それに幽霊と意見交換を行うなら、パーカーさんもそれなりの知識がないと、できないと思うけど、その点はどうなのよ？実は、パーカーさんは予言者として活躍する前は、会社の経営者だったんだぜ。そのため、様々な知識を得ているので、意見交換を難なく行えると語っていたぜ。え、会社の経営者だったの？あくまで過去の話だけどな。現在は主に、予言者または作家として活動しているぜ。かなりマルチな才能を持っているのね。さて、パーカーさんに関する話はこれぐらいにして、次はパーカーさんの、予言について解説していくぜ。よろしく。まず、パーカーさんは2021年10月に、ウクライナ問題を予言していたぜ。多くの予言者が予言していたから、パーカーさんもやっぱり予言していたのね。そうだぜ。それで、パーカーさんはウクライナ問題に関して、継続的に予言しており、中でも今後は、ロシアの船がウクライナの船によって、沈められると予言しているぜ。確かにニュースでもそんな話が出ていたね。まあ、ニュースに出ていた内容は、船を沈める云々ではなく、ウクライナの穀物輸出船が、出港したという内容だったけどな。そういえばそうだったわね。ただし、ウクライナの穀物輸出船が動くとなれば、今後、ロシアが全く攻撃しないとは言い切れないので、パーカーさんの予言が的中するかもしれないけどな。確かにそうだね。パーカーは災害に関する予言も、多数残しているぜ。具体的に言うと次の内容だな。私の予言ではおそらくインド洋だと思うが、津波が起こるだろう。インドネシアなどで発生している、大津波のようなものではない。世界中で地震が活発化し、頻度も増える。いくつか大きな地震もある。また、これまで地震が来なかったところに、発生したりする場合があるだろう。なんだか、こうなんです、みたいな断言系の予言ではなく、ふわっとした感じの予言だね。
そうだな、いつどこでどんな災害が起きることを予言しているわけではないからな。ただ、予言の内容から言えることは、インド洋で津波が発生する可能性があること。世界中で地震が活発化すること、普段は発生しない場所で地震が起きることを、パーカーさんは予言しているんだぜ。津波はともかく、普段地震が発生しない場所って、一体どこなんだろうね？それに関しては何とも言えないな。ただ、パーカーの予言とは関係ないけど、別の予言者は周囲を海に囲まれた国で、巨大地震が発生すると予言しているぜ。周囲を海で囲まれている国ってことは、すぐに思いつくのは日本だね。確かに、すぐに思いつくのは日本だけど、日本は頻繁に地震が発生しているからな。おそらく違うと思うぜ。じゃあ、どこなんだろうね。噂されているのはオーストラリアだな。え、オーストラリアって地震が少ないの？そうだぜ。あるデータによるとオーストラリアでの地震は、100年24回というデータがあるんだ。100年24回。日本だったら、2日くらいで14回の地震が起きてそうだね。日本の場合だったら、1年に約2000から3000回の地震が発生しているんだぜ。そんなに地震が発生していたなんて、改めて日本が地震大国であることがわかったよ。パーカーは世界情勢についても、次のような予言を残しているぜ。世界情勢ってことは、もしかしてウクライナ問題なの？そうだぜ。まあ、最初に解説した内容と少し似ているけど、予言の内容を聞いてくれ。わかったわ。ロシアとウクライナ侵攻に関して、この2、3ヶ月の間に、前進があるだろう。再び、大きな船、フラッグシップが沈み、ロシア軍の被害が大きくなる。ロシア国内でプーチンへの反感が高まり、プーチンが権力の座から下ろされるだろう。北朝鮮についても同じで、人々が立ち上がるだろう。また、いつの日か中国でも同じことが起こる。なるほどね。パーカーさんはウクライナの船に関する内容に、注目しているんだね。確かにそうだな。おそらく、パーカーさんにとって、ウクライナの船は重要なキーワードに、なっていることは間違いないだろうな。それと、もう一つわかることは、ロシア、中国、北朝鮮の指導者が、変わるって感じの予言だね。その通りだぜ。また、パーカーさんは最新の予言を発表しており、その中には先ほどの国が登場しているんだ。え、どこだろう。まずは、パーカーさんの予言の内容を解説していくぜ。うん、よろしく。世界はもっと慎重にならなければならない。特に注意しなければならないのは、ロシアと中国です。ここで、中国が登場したことに、驚く方も多いと思いますが、中国はいろいろと警戒しなければならない存在なのです。そして、我々が注意しなければならないのは、先ほどの二つの国が同盟関係を築こうとしているからです。また、バイデン大統領を中心とした諸外国は、ロシアに対して何らかの制裁を加えます。しかし、中国とロシアにとって制裁は、特に大きな問題ではないのです。なぜなら、二つの国の目的はすでに、達成されつつあるからです。具体的に言うと、ロシアはクリミアを制圧し、中国から商品を買うことが目的でした。また、中国はロシアから石油をもらう目的があるのです。つまり、二つの国にとって諸外国など、どうでもいいことなのです。なるほどね。確かに世界情勢を考えると、そんな気がするわね。そうだな。それで、パーカーさんが一番懸念しているのは、中国とロシアが、正式に同盟関係を結んだ先に、第三次世界大戦が待っている、という予言だぜ。おそらくそうなると思ったけど、やばすぎるわね。でも、第三次世界大戦に中国が関与したら、日本もいろいろとやばいことになるんじゃないの？おそらく、やばいことになると思うぜ。ひぃ。また、パーカーさんは仮に第三次世界大戦が起きたとしても、ヨーロッパなどは、特に手を出すことはなく、傍観しているだけだと予言しているんだ。じゃあどこが一番関係してくるの？パーカーさんの予言では、東アジアが一番関わってくると言われているぜ。東アジアってことは、日本もめちゃ関係しているじゃないのよ。そうだな。仮に第三次世界大戦が、パーカーの予言通りになってしまったら、日本はただでは済まないかもしれないな。でも、さっきパーカーさんは北朝鮮と中国、ロシアの指導者が変わると予言していたよね。確かにしていたな。それはどのタイミングで変わることになるの？そこまでは明らかにされていないな。そうなのね。そこはしっかり予言してほしかったわね。確かにそうだな。ただ、これまでの歴史から考えると、戦いが起きた後にその国の指導者が、変わっていることが多いからな。確かに総統様もそうだったわね。じゃあ、先に戦いが起きる可能性が高いことは、間違いなさそうね。とにかく戦いが起きたら、私は逃げるわ。逃げるのは勝手だけど、東アジアは避けた方がいいかもしれないな。確かにパーカーさんの予言を聞く感じだと、その方が良いかもしれないけど、私はアジアから出たくない病なので、できない相談だわ。そうか、好きにしてくれ。
次にパーカーさんは今話題となっている台湾問題について予言しているぜ。え、そうなの。予言の内容は次の通りだぜ。おそらくアメリカの中間選挙の時期に台湾に関する紛争は起きるだろう。アメリカ側がナンシー・ペロシを台湾に送り込んだ理由は中国に対する警告である。警告ってどういうことなの？パーカーさんが考えるにペロシは中国に対する脅威について敏感な人だと考えており、そのペロシを台湾に送り込むことが中国に対する警告だと考えているんだ。なるほどね。またパーカーさんはペロシが台湾を訪問したことでバイデン大統領の株が下がっていると考えているぜ。それはどうしてなの？パーカーさん曰く、バイデン大統領の息子が過去に中国に関することで失敗しているからだと話していたな。なるほどね。もしかするとバイデン大統領は中国に行きたくても行けない状況に陥っているのかもしれないわね。その可能性は高いだろうな。ここまでパーカーのいろいろな予言を紹介してきたけど、忘れてはいけない予言があるぜ。お、なんなの？気になるわ。パーカーはメタは失敗し、ガーファは国から圧力をかけられると予言しているんだぜ。え、そうなの。でも、メタは世界中が注目しているじゃん。だから、私も株を買おうと思ったんだけどね。確かにメタは世界中が注目しているけど、いろいろと問題視されていることは事実だぜ。え、どんな問題があるの？いろいろと問題はあるんだけど、まず、勘違いしないでほしいのは、メタに対して問題があるのではなく、メタバース、仮想空間について問題が、指摘されているということだな。確かに、メタは会社名だからね。まあ、メタにも問題が全くないとは、言い切れないけどな。いろいろな都市伝説が存在する会社だしね。そうそう、それで、仮想空間の問題としては、一番有名なのは法整備が整っていないことだな。確かに仮想空間に関する法律は、聞いたことがないわね。それで、法整備が整っていない状態で、仮想空間が生み出されると、犯罪の温床になると言われているんだ。それは困るよ。まるで広角機動隊みたいな世界だね。確かにな。それで、話を戻すけど、パーカーは先ほどの問題から、メタが失敗すると予言しているんだぜ。なるほどね。また、パーカーは、ガーファは国から独占的な情報操作が規制され、業績が悪化すると予言しているんだぜ。そんなことが実際にあるのかな。まあ、あくまでも予言なので、はっきりしたことは言えないけど、2021年7月に、アメリカのバイデン大統領は、大手企業による市場の独占を、取り締まる権に関して、大統領令に署名しているんだぜ。え、そうだったの。じゃあ、もしかすると、国が巨大企業を止めようとする可能性が高いということだな。信じられないけど、大統領令にバイデンが署名しているなら、全くなさそうな話でもなさそうね。そうだな。それで、今後、パーカーの予言がどんどん的中していくと、世界は大きな混乱を迎えることになるのは間違いないだろうな。すでにかなり混乱しているから、これ以上混乱しないでほしいけどな。確かにそうだな。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。